ですね、ちょっと地元の人に教えてもらったんですけど、ここは最東端ではないらしいんですよ。最東端っていうのはこのね、入り江の横にある、マジか、これきついな、これきついな、こんな道です。熊出てくるかもしれへんって言われて、どんな気持ちや思います。めちゃくちゃ怖いんですけど、襲ってきた、どうしよう、怒ってます、崖崩れが起こるかもしれないという。もう無理です、マスクはしてないのは誰もいないからです。マスクはちゃんと持ってきてます。最悪、今すれ違った人は雲よけのカランカランってならんのやってましたね。僕やってないんで、クマ来るかもしれないじゃないですか。歌歌いながら行きましょうか。ある日、森の女とクマさんに出会った、いや出会ったか、出会ったか。この先落石注意やって、落石があるかもしれません。まあもうそれはそんなことより早くつけた、もう虫がすごい。落石注意です、この辺落石注意。もう下るってことはまた上がらなあかんからな、ある中でもう結構来たなと、あともうちょっとかなと思って、今すれ違ったお二人さんに今あとどのくらいですかって聞いたら、まだ半分来てないって言われました。 Oh my god! Oh my god! みんな熊よけのやつ持ってるけど俺だけ持ってない、やばい、危険です、道が半分ないです。怖っ、足踏み下ろした、終わり、うん、怖っ、危ねまだまだです。もう道がないんです、これを降りていけと。めちゃくちゃペットボトル持ってるのに、やっと来たぞ、あと 120m や、あと 120m、 クマがめちゃくちゃ出てきそう、クマ、クマ出てきそう、皆さんクマよけの鈴を持ってるからいいけどさ、カッサンは歌っててるだけで大丈夫、はいはいはい、新年会、はいはい新年会、海が見えてきましたね、山を越えてやってきた、こんなはずではなかったよ、こんなはずで、足がもつれて力が何にも入りません。自販機もお店も何にもありませんよ。ここまで来たからなんだというの、別に何もありません。はい。はい。新年会。道がなくなった。どこ？記念碑。あった！あれや。しょうがない。あれを見るためだけに、ここまで来たんだ。ちょっともう、やめてよ、こんなとこに。もう、何もないやん。来ました。本州最北端。来ました！ビッビビ。北緯142度4分35ですね。昭和31年に建てられたみたいです。やりました。ついに一番過酷。ほんまに1時間ガチである。で、あそこ見てください。あの灯台まで行こうと思ったら、さらにまだ行かなダメです。
ちょうど本州最東端達成したぞ、イエー。はい、せっかく来たんで東大の方にも来ました。はぁ、疲れた。これです、戸戸ヶ崎灯台、遠くて近い灯台です。この灯台は1902年、明治35年に作られて以来っていうことですね。映画喜びも悲しみも、ここです、ここです。いやー、よかった。戸戸ヶ崎、戸戸ヶ崎灯台、戸戸ヶ崎灯台です。明治やからすごいね。あ、トイレある。あ、でも入られへんなってる。なんや、この灯台には登られへんねんな。あ、そらそうか。このコテージに、まあ、座って景色見ろと、いうことやね。日帰りで帰らなあかんけど。ほい、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 ほー、なるほどね。綺麗やわ。わ、見て、思い出ノートってある。思い出ノート。思い出ノート開けてみよう。ああ、書こう書こう。思い出ノート書きます、僕。いろんな皆さん思い出書いてるんですけど、僕はですね、2020年8月15日、カッサンチャンネルで大阪から来たよ。チャンネル見てね、パニクルーカッサンって書きました。字汚いですけど。いやー、風が気持ちいいです。もうほんま遠かったですね。でもそのパノラマが広がっております。この思い出を一緒に忘れないと思いますね。はい。なんかね、見てるとね、僕よりもっとすごくて、もう本州の東西南北全部制覇しますとかね、自転車で来ましたとかね、やっぱりすごい人はやっぱりたくさんいますね。なのでまあ上には上がいるんだなとこう思いました。はい。まあ達成感ありますんで頑張って帰りたいと思います。灯台です、無人灯台です。撮れるか。灯台です。現在12時39分です。本当に帰ってバイクに着くまでが何分かかるかほんまに計測したいと思います。12時39分ね。さあ、しかしすごいですね、ほんま密林ですよ本当に。だからまあほんまにクマが出てきてもおかしくないなっていうところですね。帰りはモチベーションがね、なかなか上がらないですよね。帰りはもうね、分かってるんで、分かってるからこそ急勾配えぐいなっていうのとか、はい、あるんで。あと着いたところね、トイレが使用禁止になってたけど、女の人とかどうすんのかなと思いましたけどね。やっぱ自販機とかなんとか何でもやっぱゴミとかその辺が出えへんようにするために、環境を守るために何も置いてないんでしょうね。です、雨降ってきました。バイクを屋根の下に置いとけばよかった。屋根の外に出してるんですよ。やってしまいました、最悪です。一番最初ね、こんな坂ずっと上がってきたんですよ。ほんましんどかった。もう見えてきました、もうすぐです。もうちょっと頑張ろう。あそこあそこ、はい、ということでやったバイク置いてるところまで帰ってきました。僕は本当に大げさに言ってるんじゃないってことを証明したいと思います。僕まだ見てないですけど、12時39分でしたよね、灯台を追ってたのが。今時間います、今時間が見てください、11時31分です。1時間なんです、1時間かかるんです。ここはすごい綺麗くていいとこなんですけど、ようやくたどり着きました。1時間っていうことは往復なんで2時間歩いたってことなんですよ。しかも急勾配2時間ですよ。やりました、ご飯食べに行こう。ジュースが売ってるとこに移動して、っていうか電波があるとこに移動して、でネット検索してガソリンスタンドあるとこ探しましょう。早く水分補給をしなければ。まず電波があるところに行きましょう。
だからね、こういうアドベンチャー系の人がね来るんですよね。ベルシスかな。ちょっとまず電波のあるところに行きましょう。とにかく一目盛りなんで。でもガソリンがあと78しかない。さっきまで100って出てたけど、コロコロ変わるんですよね。じゃ聞いてみようかな。すいません、この辺りでガソリンスタンドってあります？ない。日曜日で。